みなさんこんにちは、ひでおさんチャンネルです。今日は寝起きなんですけど、僕ちゃんね、なぜかうぬちゃんの動画の実況をすることになりました。まあ理由なんですけど、なんかうぬちゃんがね、体調崩しちゃったんだって。お熱があんだって。でもね、僕は信じてない、それは。だってね、エイプリルフールの日にね、なんか40度ぐらいあるね、体温計上げてたからね、僕絶対嘘だと思ってる。うぬちゃんも嘘だと思ってるんですよ。なんでそんなね、僕がね、このうぬちゃんの動画にね、声入れなきゃいけないんですかってちょっと思うんです。絶対僕の優しさに、優しさを利用してるでしょ。アイオリティエーヌーだ。で、思ったんですけど、まあ、うなちゃんの予想通り、僕ちゃん優しいですから。あ、なんか当たってる音してるの。頑張って、うなちゃん。あ、うなちゃんのこと応援しちゃった。うなちゃんなんか応援しないですけど。はいはいはい。まあ、優しいのでね、僕ちゃんはね、ちゃんと声を入れてあげようかなと思っております。カニ。あ、カニうまい！うなちゃんのカニうまい！うわ、うまい！腹立って！なにこれ！うなちゃんうまい！うなちゃんがね、うまいのなんてね、誰も見たくないんですよ。うなちゃんがやられてるとこが見たいの、僕ちゃんは。やられてあって、あんでやっちゃうんですかって。もっとやられて悔しがってるとこ見て、そうです、そうです。それが求めてんですよ、僕ちゃんは。うなちゃんが苦しむ姿を見たいんです、僕は。ね。人の服は水の味って言うでしょ。僕最悪のやつに映ってるかもしれない。やべ。やべ、僕の好感度が。やべ。うなちゃんのせいで僕の好感度が下がっちゃうでしょって。いいこと言わなきゃ。うなちゃんに勝ってほしいな、頑張ってほしいなって言って。全然思ってない。あ、またカニ使ってる。頑張れ頑張れ。てか今飛ぶの早かったね。ドリンクか、ドリンク飲んでたからかな。ドリンク飲んでましたっけ。なんかあんまり画面見てないからわかんないや。ちょっと、何喋っていいかわかんないですって。あ、ポンポンしてるわ。これ、ポン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 やんないのって言ってんだよ。これね。あ、なんか別に、今、うぬちゃん攻撃しなくてもさ、矛割れたんじゃない？なんかあと4秒ぐらいじゃなかった。あははは、やられてる！相打ちだ。あ、味方頑張れ。味方は頑張れ。でも、うぬちゃんはやられろ。何これ？でさ、うなちゃんってさ、僕がここ好きなの知っててさ、ここにしてくれたのかな。あ、でもそんなことないか。うなちゃんがそんなことできるような人とは思えないですから。けなしていく。うなちゃんをけなしていく。あ、うわ、強いな、これ。あ、いや、ちょっと強いな、これ。あ、ポケドラボーだ！うわ、うわ、うわ、これ絶対とやってる。ここ放置してるけれで。俺、ホーク放置してるから俺に取られるんだ。放置ではないか、でも。守ってた人を倒して持ってってから保護泥棒ではないか。なんだこれ。なにこれ。ただ、うのちゃんがなんか、ホーク持って、保護台に置いて、俺かっこいいだろうの動画じゃないですか。うのちゃんがなんか強い。うわ、グータッチしてるしさ。ああ、切り替わりました。ひらめがうがランチです。僕はさ、もっとさ、うなちゃんがさ、不幸なとこが見たいんですよ。もうボコボコにやられてるとことかね。そのボコボコにやられてるところからの逆転勝利とかが見たいんですよ、僕は。頼んますって。頼んますって、うなちゃん。お願いしますって。あ、割りに行ってる。割れるこれ。割れないんじゃない？割れないんじゃない？あ、割れた。割れるんだ。なんかさ、特に何も話すことないんですけど、なんかスプラトゥーンの話も僕、うなちゃんやられてやんの、ドアマー見ろ。なんか特にないから、なんかうなちゃんのいいところでも喋るか。うなちゃんのいいところはありますか？ありますか？うなちゃんのいいところあるかな？なんかあるかな。うなちゃんのいいところは、そこそこゲームがうまいとこと、そこそこ、うなちゃんそこそこゲームがうまいこと、あとなんかあるかな。あ、なんか充電ないですけど。大丈夫？プロコンの充電なくなってますよ、うなちゃん。
そのうち止まっちゃうんじゃない？早く充電しないと。あとなんかいいこと、いいことっていうかいいところあるから、あがちゃん。そこそこゲームがうまいのと、あとなんかあるかな？ないか。ないか。いや、あーあとちょっと頭がいい。ちょっと頭がいい。あとなんかあるかな。あ、でもね、僕ね、本当にね、うむちゃんね、すごいと思うことがあってね、企画力、そのなんか例えばさ、パブローニとかもそうですけど、なんかアサリ鬼とかさ、キョンシー鬼とか、まあキョンシー鬼は、まあ2でやってたやつなんですけど、なんかうむちゃんのそういう遊びの企画力はすごいなって僕ずーっと思ってて、あのスプラトゥーン2の時からね、こう、あ、すげえな、うむちゃんって思ってたんですよ。思ってたんですけど、3になってからですよ。3になってからはどうなんですか？新しい企画を思いついたんですかって。そう言いたい、僕は。いや、もしかしたら思いついてんのかもしれないですけど。うむちゃんは、でも、そういうとこすごいなって僕は思ってます。うむちゃんの悪いとこならいっぱい言えるのに、僕は。僕、うむちゃんの悪いとこならいっぱい言える。うん。悪いとこも含めて、あー、うむちゃん止まっちゃった！切れたからだ。うわ、これうまちゃん、これこの試合負けたらうまちゃん先輩なんじゃない？もしかして。でそうね、うなちゃんのね、悪いところもいいところも含めて僕はお友達なので。お友達なのか、お友達じゃないかもしれない。ああ、友達じゃないよ、あんなやつ。やられてる。やられてるぞ、うなちゃん。これ焦ってるぞ、めっちゃ焦ってる。うなちゃんが焦りまくってる。充電切れて焦ってるぞ。頑張れ頑張れ。うなちゃん頑張れ。結局うなちゃん応援する。うなちゃん負けんな。こっから逆転しないと。うなちゃん先輩に、うなちゃんが先輩に、あうなちゃん負けてる。僕、うなちゃんが勝つところを見たかったな。うなちゃんが勝つとこ見たかったな。ひろさんチャンネルでした。さよなら。僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くために、みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって、僕は救われると信じています。ぜひ、助けてください。助けて！